並んでいたら相手が押してきた。あなたならどうする？全校集会のためにみんなで整列していますが、窮屈でうまく並べません。邪魔だよ、もっと下がって。何するんだよ。押すなよ。先にやった方が悪い。全校集会のためにみんなで整列していますが、窮屈でうまく並べません。邪魔だよ、もっと下がって。押すのはやめて。ごめん。みんな、ちょっと狭いみたいだから、もう少し広がってくれるかな。二つのお話を見ましたね。B さんは A さんに狭いことを責められた上に体を強く押されてしまいました。はじめのお話では B さんは A さんの体を強く押し返しました。後のお話では B さんは A さんに言葉で伝えるだけで押し返しませんでした。押し返した時の B さんはどんな気持ちだったでしょうか？言葉で伝えた B さんはどんなことを考えていたのでしょうか？嫌なことをされた時にやり返すことは正しいのでしょうか？やり返す以外に良い行動はないでしょうか？話し合ってみましょう。